ジョゼ・ボベ、ジョゼ・ボベ、ホーゼ・イ・ボブ1953年6月11日体は、フランスのの落農家で、アルテル・モンディアリスムの代表的運動家、欧州議会議員。メディアによっては、ジョゼ・ボベと表記されることもある。ジロンド県タランスで生まれた、学生結婚をして、ジョゼ誕生当時、農学を専攻するフランス国立農業、研究センター。 INRA の研究者だった両親を持つ。父ジョゼフ・マリーはルクセンブルク系である。母コレットは自然科学の教授である。両親がカリフォルニア大学バークレー校へ研究者として招かれたため、3歳から3年間アメリカ合衆国で生活した。ロベは英語が流暢に話せる。15歳、当時1968年パリ5月革命の 影響を受けた、ジョゼ少年は、アティスイコールモンスで通っていたカトリックイエズス会系、私立高校での旅行についての作文の宿題で、麻薬、アルコールを経験し、やがて反逆者になっていく男の人生を旅に例えた創作文を書き、不信人者として高校を追放される。その後単独でパリに残り、両親は仕事のためボルドーへ転居、バカロレアを取得した。 この時期に、プルードン、バクーニーなどアナキズムの著作を貪り読み、現在でも自ら、マルクスよりバクーニーに近いと語る。21歳で、良心的兵役拒否の運動に参加、1975年に自身にも、招集令状が届くが、兵役拒否者の資格を求める訴えを起こし、1年ほど、ピレネー山麓の農場に身を隠す。ラルザックでは、1971年から、 ナト o 軍基地拡張に反対する農民の闘争が起こっており、ボベは一支援者としてこの闘争に参加する。この時期、技術社会批判で知られる思想家でボルドー大学で教弁をとっていたジャック・エリュールから少なからぬ影響を受けている。1976年には妻アリスモニエ、長女マリーと共にラルザックに定住した。 同年6月28日に14人の農民と8人の住民と共に、ラルザック基地に突入し事務所を占拠する闘争を行う。この闘争で、ベは、懲役3週間の刑を受けているなど、反基地運動の先頭に立っていくことになる。ラルザックの基地拡張計画は、1981年ミッテランフラン,フランス社会党政権の誕生により、白紙撤回され農民たちが勝利する。 1983年、ボベは未央で大会が開催され結成された、農民労働者組合全国同盟、CNSTP に参加。CNSTP は1987年に、生産性市場主義反対、農業の企業化反対、土地に根差した生産を掲げる、民同盟、カンフェダーションペイザンヌに発展し、ボベは、スポークスパーソンを務める。農民同盟は、 農民組織の国際ネットワークビア・カンペシーナ、ビア・コンピッシーナ、農民の道の意に参加している。1995年、ボベは、シラク大統領が発表した核実験計画に反対して、グリーンピースのボートに同乗。9月1日に、フランス領タヒチのムルロアカン核実験場外域に侵入して、核実験の中止を訴え、フランス海軍に拘束される。 1997年、農民同盟は GMO、遺伝子組み換え作物に反対するキャンペーンを開始、そして1998年1月8日、ドットイコールエイコール、ガロンヌ県にラックにある製薬、バイオテクノロジー企業、ノバルティスの倉庫にボベと、農民同盟のメンバー数人が突入して、遺伝子組み換えされたトウモロコシの種子を変質させるという行動に出る。 ボベと他の二人は、懲役6ヶ月、執行猶予付きの有罪判決を受ける。1999年8月12日、農民同盟と市民のデモが、欧州が、米国のホルモン肥育牛肉の輸入を禁止したことへの報復として、米国が、フランス産のロックホールチーズに対する制裁関税を課したことへの義として、マクドナルドを、 多国籍企業による文化破壊の象徴に見立てて、未央に建設中だった店舗を破壊する。ボベが語るところによると、8月9日にマスメディアと警察に、我々は建設中のマクドナルドを解体すると通告。警察に、マクドナルド側に大きな看板を持って来させるが、これを破壊するというのでは、ダメかとも力れるが、ボベは一向に値しない。我々は、 マックのドアと窓をいただくと回答する。警察側がドアと窓を外すには内部の壁を壊すしかないと答えると、ボベは、ではそうする。大した損害ではないだろうと言い、警備担当者も結構です。問題はありませんと結論を出したという、ボベは後にこの警備担当者の名前を明かしている。8月12日当日のデモは、 警備体制も緩く地方議員や家族連れも参加する、和やかなものだった。活動家たちは、ボベの、今から解体するがきれいに解体しようという号令の、通り、作業員が一人もいない、建設中の店舗に入って、チェーンソーで壁を壊して、ドアと窓を外して持ち帰った。参考マクドナルドを解体するボベら農民同盟動画。しかし、5日後の8月17日に、 農民同盟のメンバーら4人が逮捕され、ボベは19日に逮捕されるという事態になる。他の4人は保釈請求が受け入れられて釈放されたが、ボベは遺伝子組み換え種子、変質事件で執行猶予期間中だったので、保釈請求を却下される。法廷が9月2日に下した決定は、懲役刑を言い渡すが、他の4人と同じ条件で釈放するというものだった。 ロベは金を払っての釈放を拒否するつもりだったが、世界中から連帯のメッセージと共に届いた保釈金寒波の集まりに9月6日に釈放されることを選択した。しかし2002年大統領選でジャック・シラクが当選を決めた直後の6月19日に最終巻される国内で抗議ハンストを行い8月上旬に釈放。ロベは WTO 世界貿易機関を健康と食料、労働などあらゆる人間の営みに侵食する執行権、立法権、裁判権を兼ね備えた市場原理趣味の超権力であるとして1999年の WTO シアトル会議への抗議現地デモに参加する。2005年にも韓国ピョンテグでの米軍基地に反対する集会に参加した後に WTO 香港会議に対する現地デモに参加。デモの最先頭で香港警察のマスタードスプレーを頭から浴びている。2002年にはイスラエル軍に軟禁状態にされていたパレスチナ自治政府のヤセル・アラファート議長を自家製のロックホールチーズを持参して訪問。イスラエルの攻撃を非難してパレスチナ連隊の意を表明した。強制送還されたボベが到着した。 パリのオルリー空港では集結したイスラエルとパレスチナ双方の支持者が乱闘を繰り広げるといひと幕もあった。2005年 EU 憲法批准の是非を問う国民投票に際して反新自由主義の立場から批准に反対する運動に尽力反対派の勝利に貢献した。この EU 憲法批准に反対した反新自由主義左派グループフランス共産党 PC 会。 革命的共産主義者同盟 LCR、緑の党、労働者の闘争 LO などは5月29日全国コレクティブ5月29日 EU 憲法批准反対派が国民投票で勝利した日を形成して2007年の大統領選挙を睨んで左派統一候補を擁立する議論を行ってきたがまとまらず当初から名前が上がっていたボベは早々と議論が降りてしまう しかし、大統領選の左派の乱立状況に、危機感を抱いたグループによって、ジョゼ・ボベは、左派の解決的候補者になれるし、なるべきだ。というインターネット上の署名運動が207年、初頭から開始され、半月で4万の署名が集まった。ボベは、この署名の結果を受けて2007年2月1日に、社会的、連帯的、エコロジー的、反人種差別的、 フェミニスト的変革を掲げて、同年5月に投票が行われる大統領選挙への立候補を表明した。資料、ジョゼ・ボベによる大統領選立候補表明声明、出馬表明記者会見動画。ボベ陣営は立候補にあたって、自らを、左派の乱立を解決する候補イコール左派統一候補、とみなして、2007年フランス大統領選においても、 オリビエ・ブザンスの擁立している LCR に同候補を下ろして一致してボベを押すことを要請するが LCR 多数派はボベは5月29日全国コレクティブでの議論において新自由主義に妥協的な社会党と共産党に曖昧な態度をとって自議論を降りたインターネットの署名がその議論にとって変わることはできないとボベ陣営の要請を一周したしかし LCR 反主流派の一部のグループは左翼統一候補を擁立できなかった前任は共産党と LCR にある。この両党は自陣営さえ完全に固めることができていないとしてブザンスのではなくボベを支援した。結局ボベは左派乱立候補の一人として大統領選を戦うこととなった。二月七日、フランスの最高裁にあたるハキ委ンはボベラ農民同盟が オートイコール、ガロンヌ県の試験栽培畑での遺伝子、組み替えトウモロコシを実力で伐採した事件について、ボベに金庫4ヶ月を言い渡した、日本の交際にあたる、控訴院でも金庫4ヶ月の判決でボベは、控訴していた。参考遺伝子組み替え作物を実力で撤去するボベら、農民同盟動画ボベが収監され、極中大統領候補になれば選挙キャンペーン上。 有利という見方もあったが、結局選挙期間中に収監されることはなかった。2月1日に立候補を表明した、ボベだったが、その時点で大統領選正式立候補に必要な市町村議員の500人分の推薦人のうち、約200人分の推薦状しか集まっておらず、その後も獲得が難航した。一時は立候補が危ぶまれたが、ボベ陣営は立候補。 受付締め切りの3月16日に504人分の推薦を持って正式に届け出た。その前日には、ボベの選挙事務所に推薦人獲得の方が入る様子を地区一インターネットでライブ中継していた。しかし、504人中4、5人分は正式に認められるかわからない。本当に500あるかどうかも確認できないとボベは周囲を煙に巻き、 立候補届が受理されるか注目されたが、結局フランスの憲法評議会は3月19日に504人分の推薦を正式に確認し、立候補をめた。この瀬戸際の推薦人騒動も注目を集めるためのボベ一流のパフォーマンスという見方もある。ボベは2002年フランス大統領選挙の際には、もしボベが立候補したらという、 あるアンケートで当選確実というデータが出たという2007年の大統領選でその国民的人気と知名度からボベは左派の有力候補の一人として選挙戦を展開するものと思われたが出馬表明の遅れと支持母体の基盤反グローバリゼーション軍活動家の一部緑の党内オルタナティブ派 LCR 反主流派の一部グループなどの弱さからか48万3000発表 1.32%の得票率に止まり、12人の候補者中10位という惨敗と言える結果となった、フランス中南部内陸部のいくつかの県では6位となっている。前回大統領選における極右政党国民戦線のジャンイコール、マリー・エルペン候補が決選投票に進出した衝撃から、左の左支持層がデル候補に投票するという傾向を示し、また社会党、 セゴレーヌ・ロワイヤル候補の右派に勝てる有効な投票という呼びかけがこうを、そうした結果、全体として左の左の格闘候補が陥没した状況で、ボベも、また逆風を突破することはできなかった。ボベは、第一次投票の結果が出た直後に、ロワイヤル候補と右派のニコラ・サルコジの対決となった決戦投票において、反右派の立場からロワイヤルへの投票を呼びかけた。 2009年6月に投票が行われた欧州議会選挙では、緑の党、ダニエル・コーンイコール・ベンディトラと選挙ブロック、ヨーロッパエコロジーを結成。ボベは、フランス・シュッド・ウェイスト、南西選挙区から出馬、当選して欧州議会議員に選出された。フランス語においては、ネガティブで後ろ向きな意味合いを与えかねない、アンティマンティビズム、反グローバリゼーション運動ではなく、 アンチ、ハンの代わりにオルター、を当てた、アルターマンティリスムを用いることが多い。ちなみに、フランス語では、グローバリゼーションのことは、マンラゼーションという、詳細はリンク先を参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。